楽天に、6オリックス。1日、楽天モバイルパーク。女優、柳井夢奈、24、が始球式に登場した。福島県郡山市出身、ポニーテールに楽天ユニを着用し、名字にちなんで背番号、871で登場。ファンの歓声を浴びた。投球は外角へのワンバウンドとなった。柳井は2017年、セブンティーン、集英社。 の専属モデルオーディション、ミスセブンティーン2017でグランプリ。2018年に TBS、チア、ダンで女優デビューし、2021年には、世界の果てまで一ってきゅう。の、出川ガ,ガールに選ばれた。SNS では、めっちゃ可愛い,い、いってきの子だよな確か、夢っぺ宮城に来てくれてありがとう、などの声が寄せられた。柳井は始球式後、 本当に投げたのかなという感じで、一瞬で終わってしまいました。ギリギリキャッチャーに届けることはできたので、練習の成果は出せたと思います。マウンドからの景色は思っていたよりも広くて、この場所に立つことができて本当に光栄です。などとコメントした。